じゃあということでですね、はい、いよいよ、ま、龍馬さんとの、はい、対談番組が始まるということで、今回ちょっと下見ということで、はい、龍馬さんおすすめの恵比寿の蒼天というお店。おすすめじゃないけど、はい、調べてたら、なんかこんなところもあるんだ恵比寿はみたいなって感じです。いやいや、本当にそうなんですね。龍馬さん普段プライベートで使ってるっていう。あんまりないですね。ないんです、ね、はい、今日は、ま、下見ということで、はい、ちょっと話しながら具体的にね、番組について決めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。乾杯。はい、お疲れ様です。龍馬さんは、トウモロコシ茶を飲まれてます。上じゃないですけど。トウモロコシ茶を飲まれてます。はい、じゃあ、お通しは菜の花のあえ物ということで。はい。はい。食レポお願いします。はい、いや、そこまでならちょっと見せてもらえませんか。確かに、こういうことですよ。ちょっとじゃあ、全然、何、物も見えてないな。食われても。オッケーオッケー。菜の花絶対頼みますよ、はい、あったら。本当に、はい、めっちゃ好きです。いや、ガチ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 。合わせて無理してない。いや、マジ。マジ。あ、そうなんです。上手嫌いみたいになって面白いです。うん。確かに。それ面白そうです。上手嫌いいいっすね。こういう感じで。確かに。あそこに。確かに、面白そうですね。面白そうですね。それも、それ面白いっすね。龍馬さん嫌いな食べ物とかあるんですか？椎茸です。キノコ類がちょっと、キノコは食べれます。椎茸は無理です。なんかあれ、はい、小便らしいですよ。いや、どういうことですか、それは。椎茸農家はアンモニア臭と同じ感じがするから子供とか嫌いな人が多いらしいです。おしっこと同じ匂いしちゃうらしいです。椎茸がはい、いや、ほんと、ほんとに感じたことないっすけど、ね、感じたことないっす。でも、いや、ほんとにダメなんですね。あの、出汁に入ってるだけでも分かるぐらいなんで、マジですごいですよ。ほんとにすぐ分かるんですよ。ちょこっとだけ入ってるだけで、椎茸入ってるとそう、マジで分かる。だから、それをやっても面白いですよ。いや、あ、そうなんだ。逆に好きな食べ物は何なんですか、一番。何の花ですか。でも、めっちゃ頼みますけど、何の花は。このシーズンは、あの、僕、近くに蕎麦屋さんあるんですけど、何の花のからし屋っていうのがあるんですけど、絶対うまいっすよね、何の花のからし屋って。もう一口言っていただいて。あ、アウェーで好きなスタジオとかってあるんですか。アウェーはナックファイブとか結構。ああ、大宮。ナックファイブですね。大宮結構好きですよ。あと、なんかいろんなあれあるんですけど、芝がいいとか、雰囲気がいいとかありますけど、雰囲気とかで言ったら、あの、エスパルスのスタジオとかは結構いいです、はい、ね。メンバーシップも始められたということで、はい、始めあれどうですか。いや、どう思いますか。結構始めるとき、はいはい、いや、本当にやるみたいな感じだったんですよね、はい、僕は、はい、なんかちょっと濃すいっていうか結局やっぱお金じゃんみたいになっちゃうのが嫌だったんで、どうなんだろうと思って、その、はい、入る側の気持ちからしたら、まあでも、そういう形で応援したいっていう人もやっぱりいるますし、何でしたっけ、りょうみピンキーじゃないユニフォームもだってめっちゃ売れてるらしいじゃん。じゃあマジでスタジアムでめっちゃ見ますよ。マジですか。本当にもう特に女の子は可愛いのマジでやっぱ本当に多いです。あの開幕戦のやつも僕の名前出してくれてましたよね、あのカップル。ああ、そう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 、見た。でも、裏のファンはみんな吉尾。育英会見てる人、育英会の影響もやっぱあんのかな、それ。まあ、YouTube で。そうそう、いや、絶対あると思いますよ。吉尾と龍馬が同級生って結構認知してくる人多いですね、何か変わりましたか、ミクシー入って。演出とかですか。エンブレムはね、あ、そうか、そうですね。え、あれどうですか、どう思いました。流れの感的にありますよね。ね、絶対そうで、ね、まあ、ちょっとやっぱ慣れ親しんでとかあるんで、はいはい、でもまあ変わるところも必要かなと思うので、はい、ただその、いきなりバッて変わるんじゃなくて、なんかその話し合いとか、徐々に、なんかいろんな混乱があって、そこから選んでいくとか、そういうふうに進めていったら嬉しいなっていう感じですね。どういう話とか。いや、だって、いや、それ、質ではいいけど、何を求めてるの、具体的に。どういう話をしたい。分かった。なんか意見がある。じゃあ、ちょっと社長に話します。なんか意見があるんだ。だから、なんでお前そういう言い方になるの。違う、話し合いをしたいって。だから、見られてるの、あの、
炎のマークを。だから寂しい、寂しい思いあります、やっぱり。あれがなくなったら嫌ってこと。え、めっちゃ怒ってる、まあ寂しさはありますね。ミクシー東京とかどうですか。いや、絶対やばいです。食べすか。字面が似てるから OK みたいな。あのスタジアムに流れる選手紹介の動画とか、あの辺のセンスはすごい良くなった。今年めっちゃかっこよくないですか、あれ。あれ、歌舞伎町のやつ。歌舞伎町、はい、いや、なんか、はい、ちゃんとした完成動画見れてないんで、はい、あ、そうなんですか。どういうのか分からないんですよ、はいはい、あれはなんですか。いや、あれは本的にはもうめっちゃぶち上がる。そうなんですか、うん、試合当日に結構龍馬のエゴさせるんですよ、はい、終わった後に、はいはい、こんな感じなんだみたいな。で、そしたら龍馬って言ったら、今までそんな出てきたことないですよ。龍馬歌舞伎町出てきたから、あいつ何やらかしたマジで。めっちゃ焦って、やばい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 、歌舞伎町行かないのに、なんで歌舞伎町やったのと思って、めっちゃ焦って最初。で、ツイッター超調べて、はい、あ、そういうことかと思って、超安心しましたけど、はい、やっぱ最初でプレイする時とかやっぱ感じるんですか、あの、やっぱこのレッツの音がすげえ、雰囲気とかすごいな。あるっすね。そうですよね。やばい、負けたくないっす、はい。去年だって浦和と FC東京のホーム、FC東京のホーム、はい、僕も見に行ったんですけど、はい、もうびっくりしました、浦和レッズのサポーターの、うん、声援もそうですし、旗もすごいし、うん、結構相手のサポーターの方が声でかいのがありますね、FC、うん、ね、はい、東京、はい、うん、何よお前その言い方。ゆうとさんめっちゃ言ってますよ。あいつら声出してんのかよみたいな。結構マジです、結構マジです。これはもう、いやいやいや、マジっすか。本当にあの結構いろんな試合でゆうとさん結構マジで本当に言ってます。ゴールラから聞いてても、うん、札幌とかも雨濡れながら応援してて、一緒東京サポーターは雨から濡れないとこで応援してたりとか。なるほど、負けてるっす。いやいや、負けてるっす。負けてるっす。いや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 、それは結構おかしいっす。なんか選手も言うんです、ね、静かな時間が多いみたいな。気づいたら、こっちしか、アウェーしか歌ってねえじゃんみたいな。それ、サポーターが知ったらマジで燃えると思います、本当に。マジで熱くなると思いますよ。いや、あと龍馬さん の, あのゴール後とかの喜び方いいっすよね。えっ、でも、龍馬のゴールパフォーマンスをガチで決めてほしいですけど、誰かに。ああ、はいはい、言われるんですよ、いろんな人から。でも本当に、はい、知人から、龍馬のゴールパフォーマンスについて、すかしてるとか。マジっすか。結構いろいろ言われるんですよ。内なるところからも気に爆発させる、なんかちょっとクールに爆発させる感じがして、はいはい、かっこいいなって。ありがとうございます。いやいやいや、ドヤ顔やっていいっすよ、その。今までやったことないですよ、ゴールパフォーマンス。そうそうそう、なんか例えばですけど、エイペックスのなんか。だからそう、確かに。みんな言うんすよ、ね、ないっすよ、いいじゃない。むずいんですよ。何があるかな。しかも、わかんなかったら、こいつ何やってんのかなりますよ。でもなんか e スポーツ業界ではなんかバズりそうっすけどね。まあ、うん、そんなにいいじゃないですか。そこはすごいよ、うん、そうですね、うん、なんかシアとかやっぱ絶対わかんない。分かってる、分かってる人からしたら多分わかりますね。 FX いいじゃないですか。でもその龍馬さんらしさって出るんじゃないですか、うん、それは。逆にパッと見これ何のパフォーマンスだろうと思う方が話題になるんじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあもうあの何がいい屈伸っすね。あおりじゃん。ただ、なんかだから決めましょう、じゃあここで、ここで決めましょう。いや、エアペックス見たいですね、ちょっと本当に。確かに。そうですね。一応やってくださいよ、本当に。なんでか。いや、もうやりたくなさすぎて1点で終わる、今シーズン。それはおかしいでしょ。それはまずいです。それは本当にまずいです。シンキーさんと一緒にやってますね。そうね。あれすごい。それマジですごいですよね。ないですか。もう決める配信とか。確かに。ゴールパフォーマンス決める配信っていうので、エペックスやったストリートじゃないですか。で、それ決めて、じゃあ次、それめちゃめちゃ面白いわ。それおもろいっすね。それ、今年でもなんかワンチャンある気がするけど、東京。ないかな。なんか、一番可能性を感じる。先週の感覚としてはどうなんですか、そこら辺の。結構、いけそうって思う。途中から出てくる選手の質がやっぱ高くなったっていうのは大きいかもしれないですね。確かに。めちゃくちゃ強いよね。楽しみですね。いや、今年あれ気がします。なんかそんな、いや、みんな本当さ、めっちゃやっぱリーグ優勝が一番見たいっすからね、東京の。みんな本気っすよ、ゆうとさんとか、はい、森重選手もマジで本気で今年やってるんで、今まで本気じゃなかったわけじゃないけど、はい、すごいっす、みんな熱量が伝わってきます。長友さんとかもどういう
心境の整理があってまた元気ってなったんですかね。確かに、ワールドカップのあそこの状態から聞いて、なんか奥さんに言われたって言ってましたね、はい、あ、そうなんですか。奥さんが、はい、やってよみたいな、やりなよみたいな感じだと聞きましたけど、はい、であとは自分の体が動くから、はい、やめる理由もねえかみたいな最後になったっぽいですね。あ、なるほど。チームへの影響力って全然違うんですか、長友さんに。マジで、はい、と違います。練習の雰囲気とかマジで変わります。いない時といる時とじゃ全然違う。雰囲気もガラッと変わります。雰囲気変わります、はい、声はずっと出してる、声ずっと出してるんで、はい、なんか鼓舞する声じゃなくても、はい、声が出てるだけで、はい、気づくというか、はい、すごいです本当に。企画に家中さんとか呼びてー。あー無理じゃない。西さんの出てます。めっちゃ好きなんですよ、家中さん。はいはいはい、で、量もめっちゃ好き、プレスタイル的に好きだし。そうですね、うん、いや、いずれね、やっぱ鈴木優真選手を呼んだりとか。あ、それ面白いな。それ面白いな。これ使って大丈夫ですか、ね、全然大丈夫です。いや、その裏話とかメディアでさ、変な言われ方してさ、出された後にルルルとか DM したとかあったじゃん。あ、DM もしてるんですか。 DM 来たんですよ。それで、すいませんでしたって謝りました。え、DM は何て来たんですか。なんかもともと記事書いたのが、はい、鈴木優真のことをよく思ってない会社らしいんですよ、はい、っていうのをお互い知ってて、はい、だから書かれたから、はい、お前そんな叩かれてるけど、はい、気にしなくていいよっていうのを LINE くれ、あ、LINE じゃない、DM くれて。あ、そうなんですか。それで、すいませんでした。そっから実際、その試合で会ったりとか。あ、ありました。1回だけアウェイ行った時、はい、その時、あ、話したっていうか、まあ、はい、握手するぐらいですけど、はいはいはい、そんな別に大した話してないけど、はい、ドイツの時のサポーターの人とかってなんか全然違うんですか、日本の時のサポーターの人のコミュニケーション取り方というか、海外のサポーターの人ってこんななんか、はい、サインとか写真とか求めないっすね。あ、そういう感じじゃないですか、はいはい、あんまないっすね、はいはい、あとプライベートだっても絶対話しかけてこないっす。あ、そうなんですね、はい、そこはなんか子供が話しかけようとしても親が止めるみたいな。だけどスタジアムではもう激しく要求するみたいな、はい、鼓舞するし要求もするっていう感じなんですか、はい、FC東京に移籍する一番の要因っていうか、その、え、東京に行くって決まってからさ、え、他オファーもあったんじゃないですか。いや、ないです、ないです、ないです。ないですか。はい、もともと新潟の時から東京が見てくれてるっていう情報が自分の中に入ってきてて、へえ、はい、なんで、まあ、じゃあ東京から来たら東京行くかみたいなのを代理人と話してたんですよ、ずっと、はいはい、だからもう即決、ほぼ即決。あ、そうなんですね。山形に残ろうも 10% ぐらい考えました、はいはい、もう1年やってからでいいかなみたいな思ったけど、天下の FC 東京さんなんて、いやいや、その動画向きのはいないですリョーマさんいるんですか、この人にはかなわなかったなみたいな。え、もうディフェンダーだったらマジ圧倒的に森重っす。以上いない、まだ見たことないっす。いや、でもあのなんか森重さんディスってらっしゃるウィナーズの話じゃなかった。もう1対1でってことなんですか。はい、じゃあもう練習中に、ね、僕も駆け引きしながらボール触っていく方なんで、はい、スピードとかで抜かないからこそ、はいはいはい、分かるんですよね、僕こういう駆け引きしてきたっていうのが、はい、もうやばいっす、すごいっす、本当にすごいっす。森重選手ですね。はい、これ言う。ごめんなさい、これ大丈夫です。同じポジションで言ったら、同じポジションで言ったらこの人はって思ったのは今のところ家永選手ぐらいしかいないかもしれないですね。 あの人が全部支配してるような感じするじゃないですか。このタイミングで出したパスにも意味あるんじゃねえかみたいな思うのはあの人ぐらいかな。東京が今目指しているようなサッカーって理想なところで言うと どういうサッカーなんですかね。でも今年でちょっと変わったのは、はい、去年はボール保持してたのは、まあ、できるようになったと監督は、はい、だから今年は矢印をもっと相手のゴールに向けた攻撃をしようってなって、はい、だからなんか今年の練習とかも結構それに付随した練習が結構多いので、川崎のことをやってるように見せかけて本当はマリノスのサッカーがしたいのかなみたいなのが今の FC 東京かなっていう。ファン目線から見た時のアルペルさんと選手目線から見た時はどう違うのか。めっちゃコミュニケーション取ってくれます。あ、そうなんですか、はい、話してくれるからすごいいいっすね、はい、なんかそれこそ怪我した時とか誕生日とか絶対 LINE くれたりとかするんで。LINE も繋がってるんですか。 LINE 繋がってますから、それって普通なんですか、今までの話すると。その監督と個人の連絡先繋がってるっていうのは。いや、ないっすね。
次のチーム行った時に LINE を知るみたいなのがあるんですけど、そのなんか今いるところの監督があんまないです。例えばレッツ戦の時とかはなんかこうまず最初そのベンチから見ててどういう印象だったみたいなところと、あとその行くぞってタイミングの時になんかアルベルさんから どんなことをこう指示されて入っていった感じだったんですか。まずは、はい、僕らの悪い時って前3枚が相手のディフェンスに吸収される時なんですよ。前半はだからあんまり攻めきれてないことが多かったんで、そこを出たら変えようかなって思ってたのと、出る時は何も特に本当何も言われてない。あ、そうなんですね。言ってこいね。なんかアルベルさんがこうやっぱよくこう若手選手を、ね、積極的に起用する監督って言われてますけど、うん、やっぱそれは結構他の選手目線から見ても多い感じなんですか。若手に成功を求めないっていうか、はい、そのベテラン選手がミスしたら怒るけど若手選手がミスしても、はい、ありえないミスじゃない限りは OK、うん、むしろチャレンジしてない若手がいると絶対使わないです、うん、ミスしてもチャレンジし続ける若手の方が使う印象はあるから。ワントップの熊田選手絶対出たら面白いと思うけど、ユーゴがいるからなんかかわいそうだなって。ペロッチと熊田の勝負でしょ、はい、そこを勝てないんだったら難しい、はい、うん、この前の試合見ちゃうとやっぱユーゴすげえんだなって思い知らされるから。知ってたけど相当歴長い、うん、ユーゴは長いですよね。長いです。でもなんか、はい、副キャプテンになってから変わったよね。なんかキャプテンシーというか、はい、そうなんか貢献度が全然違って、はい、今まで一緒にプレーした中でもです、そういうフォワードとしてはですね、はい、マジで、はい、比べ物なんないんじゃないですか。試合中のそれこそ例えばディエゴとかアダとかそういう外国人とコミュニケーションとかって どうやって取ってるんですか。英語混じりの日本語って感じです。日本語混じりの英語じゃなくて、はい、英語混じりの日本語かって感じです。ある程度通じるし、あ、それでいいですね、はい。まあ、彼らは2人結構長いですもんね。そうっすね、はい、だから結構アダも困った時とか、はい、アダ出すとこないって言います。かわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいいですね。だから基本みんな、ケイゴくんとかもいろんな人に言う時は私ここ、あなたここある程度分かったりしてはいはいはい、面白いですね、はい、あ、そういう感じなんだ、コミュニケーション。りょうまさん、本当今、サインしました？しましたよ、しました、しました。すごい早かあの、同じサインです。あの、リアルなことってどうですか、はいはい、はい、ということで、今日はですね、りょうまさんと、私も対談番組第0回ということで、はい、いろいろ面白い話が来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、りょうまさん、今日は。いやー、まあ、もちろん載せれないこともたくさん、はいはい、もちろんありますね。その中で、こうなんか2人でここは使いたいよねっていうところを使えれば、はい、なんか面白い回になったと思います。もちろんです。あの、使えないところで何言ったかとかスタジアムで俺聞いてこないようにしてくださいね。はい、こんだけ空張りでも絶対言いませんので、はい、そこはご了承になってそこはご了承ください。絶対配信とかも言いませんのでご了承くださいということで、こちらの対談番組、今後はですね、豪華ゲストをお呼びして、面白いトークを繰り広げていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。ぜひご覧ください。さようなら。いや、だから募集そう募集、すいません、いや、失礼しました。絶対思ってました終わるんかって。違うそしてですね、こちらの、はい、あの番組、まだ番組が決まってないということで、はい、これぜひあの皆さんのご意見も聞きたいですね。聞きたいです。コハロン、リョーマのなんちゃらかんちゃらみたいなのもありだと思うんで、はい、こういった番組名にしてほしいという意見ありましたら、ぜひ皆さんコメント欄の方で教えてください。たくさんのご意見お待ちします。さようなら。リョーマ、リョーマ、リョーマ、おー、リョーマ。ごめんなさい。ごめんなさい、いらんはい、ということで、天守閣から緊急でお伝えしていきたいと思います。リョーマさんとのね、企画会議ご覧いただけましたでしょうか。そして、なんと今回ですね、栄えある第1回のゲストが決定いたしました。FC 東京、塚川幸喜選手です。よっしゃー、塚川
ということで第1回についてはですね、塚川選手をお呼びして龍馬さんと一緒にいろんな話をお伺いしていきたいと思います。そしてこの動画のコメント欄で塚川選手に聞いてみたいことを募集していきたいと思います。もしかしたら皆さんが書いていただいたコメントが番組内で採用されるかもしれません。ということで塚川選手に聞きたいこと、さらには今回の龍馬さんとの番組名の案をですね、ぜひ皆さんどしどしコメント欄の方に書いていただければと思います。この番組一緒に盛り上げていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。